やはり彼らとは話が通じないようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、日本が嫌韓をする理由がわかったぞ。その理由はこれ。あまりに違いすぎて失笑をお送りします。嫌韓の理由がわかったと息巻くすれぬし、日本はこれまで隣国から多くの嫉妬による攻撃を受けてきました。そのひどい反日行動によって日本の態度も硬化していきました。しかし隣国に住む彼らからすれば、日本は我が国に嫉妬して嫌韓をしていると感じているようです。先日も彼らのネット掲示板に、日本がなぜ嫌韓するのか、その理由はこれだったというスレッドが立ち、そこではスレ主によるトンチンカンな主張が繰り広げられました。今回はそんなスレ主の主張と日韓の人々の反応をご紹介します。まずはスレ主の主張です。私はどうして日本がこんなに激しく我が国を嫌うのかとずっと不思議に思っていた。だからその理由を調べてみることにした。すると、あらゆる分野で競争して日本に打ち勝った我が国に対する妬みと劣等感が理由だと分かった。例えば、一時は電子強国日本の象徴だったソニーの最先端イメージ。これを我が国のサムスンが奪ってしまった。造船業や自動車産業、そして半導体産業も同じだ。日本は我が国との競争に全て負けてしまったのだ。そして負け惜しみで、我が国は低賃金だから日本との価格競争で勝てただけだと言ってきていたんだ。今や日本の賃金の方が我が国よりも下がってしまっているが、競争力で我が国を上回ることもできていない。特に日本で嫌韓が広がった理由は、日本はアジアで唯一ヨーロッパと同等、日本イコールヨーロッパと言えるほどの文化強国だ。アジア人とは違う、我々は名誉白人だという信念を我が国が壊したことだ。日本は誇りを持って日本独自の文化産業を西洋に展開してきた。寿司や刺身などの和食、アニメやキャラクター、漫画、ゲームなどがこれにあたる。しかし我が国ではそんなものはなしに、ひたすら全世界の大衆文化を先導してきた。例えば、K-POP や韓流ドラマ、化粧品などが西洋で大人気となっていくのを見て、日本は衝撃を受けた。きっと日本人たちは、大日本だけが西洋に文化を売り込むことができると思っていたんだろう。誰かが言うには、今の日本は秦の末期と似ているそうだ。確かに、衰退して腐敗している点がまさにそうだと思う。もちろん、我が国も出生率の激減や中国が我が国の産業をほぼ 100% 真似してきているので危険ではある。しかし中国は共産国家だ。我が国のような資本主義国ではないから、所詮敵ではない。もし中国が資本主義だったら、我が国も日本のように中国に負けて衰退し腐敗していたかもしれない。そこは不幸中の幸いだったね。以上がスレ主の主張です。日本の嫌韓が彼らに負けて悔しいからという論理展開ですね。しかし、そもそも負けてはいませんから、その論理は前提から崩壊しています。結局彼らは自尊心が高く、自分たちこそ最高だという気持ちが今でもあるのでしょうね。日本はそれほど彼らに対して関心がないということを知ってほしいものです。こうしたスレ主の主張には、日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。日本は全盛期の頃、本当に無双状態だったよね。その時は我が国への関心なんかゼロだった。でもそれが我が国にまで抜かれることになって、顔を真っ赤にして怒っている。まさかここまで日本が落ちぶれるなんてね。本当日本は落ちぶれたよね。でも今度のユン政権を見れば、我が国が日本のようになりそうで恐ろしい。正直に言って、私は我が国は 100% 日本のように落ちぶれると思っている。もちろん、ユン政権のせいだけではない。歴代の大統領の無為無策、国民の自分だけが良ければ他人のことなどどうでもいいという態度が最悪の事態を招くんだ。断固として我が国が日本のようになるのは防ぎたいんだけど、何より少子化が心配だ。もし我が国が日本のようになるとすれば、100% 少子高齢化が原因だね。日本には根深いコンプレックスと劣等感があるんだろうね。成功した時に自分の忌まわしい過去を否定する人もいるけど、ありのままを受け入れながら一層成長していく人もいる。日本は前者だったよね。豊かな80から90年代の時でさえ、
我々にしたひどい過去のことを否定していた。それでは成長しないよ。だから今のような落ちぶれた状態になったんだ。自業自得だね。我が国も日本がヨーロッパ人に感じていた劣等感を同じく日本人に感じていた。しかしそれを乗り越えたということが大きな違いだね。日本と我が国だけを見ていてはダメだ。その周辺国である中国と台湾は我が国以上に急激に成長しています。日本の電子産業側でまともに残っているのはソニーだけ。でも我が国も大部分中国に競り負け始めている。まあそれに対して堅注はしていないけどね。それだけ心に余裕があるということではある。私の考えでは日本は我が国をもともと無視して眼中にもなかった。ところがあっという間に日本は我が国に追い抜かれてしまった。それで喧嘩が強まるようになったと思う。何とかして我が国を見下して、やっぱり下じゃないかと証明したいんだ。我が国を35年間も支配していたプライドもあるのだろう。台湾の喧嘩も説明できるよね。ずっと主従関係だから悔しくて嫌いになるしかないんだろうな。気持ちはわかるけどレベルが低いね。日本の反応。日韓基本条約を自国の裁判所で司法判断。三権分立に関与できないと言って放置。火器管制レーダーの照射。フッ化水素横流し金儲け。慰安婦合意をなかったことにして財団解散。日本の軍機を戦犯機とし、世界中で反日活動。自国民を洗脳。日本企業を戦犯企業と名付けて国民に不買を促す WTO 違反。こうした行為を見れば彼らは完全に敵性国だよ。彼らが日本に悪行三昧をしているんだから、喧嘩が増えても決して減ることはないでしょう。日本がなぜ喧嘩するのかじゃないよね。世界がなぜ喧嘩するのかということを考えるべき。この基本的なところを彼らは理解していないね。米国に住んでたけど、本当に彼らは嫌われていたよ。コリアタウンってあるけど、あれって一箇所に大量に彼らが住み着いて、現地民を追い出すことで作られた街。日本人も戦争の隔離政策のせいでリトル東京があるけど、日本人の業にいれば業に従うの精神のせいか、日本人はほとんど住んでなく、なぜか彼らが大量に住んでいた。ロス暴動の時から彼らは嫌われている。日本人の店を黒人が守って、近くの彼らの店を暴徒に教えていたこともあった。なぜなら、日本人の店は給料前で金がなくても情けでつけて売ってあげていたけど、彼らは全く相手にせずに罵っていたらしいからね。日本以前に彼らは株式時価総額、ドル換算一人当たり GDP、購買力平価、外貨準備高、米国債、個人金融資産、対外資産で台湾より下になっている事実を知った方がいいよ。彼らの自分への称賛以外受け入れられない強硫さも問題だよね。彼らの言う喧嘩は自分たちを褒めない言論のことを意味している。彼らの脳内には理性的批判という概念が存在できないのだ。他者からの批判は全て感情的な馬言とみなされてしまう。これでは社会に理性は反映できない。何度も破綻している国に対して嫉妬なんてできないよ。他国に行くと日本人になりすます彼ら。借金しても返そうとしない。原油代も払えない彼ら。いつか受賞することを夢見てノーベル賞の台座だけを設置し並べている彼ら。日程残滓であるインフラを使い続けてきたけど限界で、その補修すら自力では無理な彼ら。数え上げたらキリがないけど、こんなみっともない恥ずかしい国に嫉妬ってどう考えても無理でしょう。2020年の世界の喧嘩ランキングは次の通り。中国、ドイツ、スペイン、ブラジル、メキシコ、ギリシャ、パキスタン、インド。最近だとイランとかも入るだろうか。政治的にそっぽを向くようになった米国。マスメディアで反響が強くなっている英国も入ってくるだろうか。日本の喧嘩はまだまだランキングの下位のレベル。これが彼らがどこの国からも受けている評価だ。日本が彼らの成功に嫉妬して喧嘩をしているって、一体どこに嫉妬する要素があるっていうのかね。経済崩壊をしている姿を見て、ああはなりたくないって思っているだけなのにね。ほんと自分たちに都合のいい考えしかできないんだよな。日本はどうでもいい国に嫉妬はしない。彼らは日本への嫉妬から逆に日本が彼らのことを嫉妬していると思いたいようです。しかし実際にやっている行動などを見れば、どちらが相手を敵視しているかは明白です。レーダー照射問題や
元徴用工の不当裁判など、日本に構ってもらいたいがために取る彼らの行動は最悪の一言です。そのような行為はもういい加減にしてほしいというのが日本人の本音です。そして、そうした感情が積もり積もって表出したのは嫌韓なのかもしれませんね。つまり、彼らの日本への攻撃がひどいため、日本人は彼らを嫌うようになったというのが真相です。あなたはこうした彼らが嫌韓の理由を日本が成功を嫉妬しているからだという主張についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。